さすが暁だな、手強い。ガーラを返せ。変わった人柱力だな、お前。人柱力はネクラで人嫌いだと聞いたが、それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで人に思われていた人柱力もいなかった。かわいそうな嫌われ者同士、ほっとけなかったか。ガーラは一尾を抜いたから死んだ。お前もじきにそうなるんだよ。ほら、てめえらは潰してやる。戦闘開始。やり合ってる間に奪われちまったか。さすがに人柱力2匹目ってのは虫が良すぎたか。粘土もチャクラももう足りねえ。お前を逃がすのは惜しいが、今回はここまでだ。逃がすかよ。じゃあな。いれ、逃げたか。チクショー。ナルト、あいつの件はまた今度だ。今はサクラたちの合流を優先するぞ。この場はなんとかなったな。なんでガーラが、ガーラばっかりがこんなんで死んだんじゃ。風影だぞ。風影になったばっかじゃねえか。少し落ち着け、渦巻きナルト。うるせえ。お前ら砂の忍びがガーラの中に化け物なんか入れなきゃこんなことにはならなかったんだ。お前らガーラが何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人柱力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。サスケも助けらんねえ、ガーラも助けらんねえ。3年も必死に修行して、3年前と何も変わっちゃいねえじゃねえか。
バー様、その術は。なんだ、何してんだってばよ。ガーラ君を生き返らせる。生き返らせるって、そんなこと本当にできんのか。転生忍術であれば。でもあれは自分の生命エネルギーを分け与えるもの。ジオバー様は自分の命をかけて、ガーラ君を。クソ、チャクラは足らぬ。俺のチャクラ使ってくれってばよ。それってできるか、ばあちゃん。お前、ガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。わしの手の上に。お、うん、だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。くだらぬ年寄りどもが作ったこの忍びの世界に、お前のようなやつが現れてくれて嬉しい。かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後の最後になった正しいことがやっとできそうじゃ。砂と木の葉、これからの未来はわしらの時とは違ったものになろう。お前ならばこの忍びの世を大きく変えることができるとわしは信じておる。ナルトよ、わしからの最後のお願いじゃ。お前はガーラの痛みを知ってやることができる唯一の存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知って、ガーラを、ガーラ。ガーラ。誰だ、誰を呼んでいる。ガーラ。この声、俺が知っている声。ガーラ。知っている、この声を。そうだ、ガーラ。これは、これはあいつの。ナルト、世話かけやがって。なぜお前がここに。俺だけじゃねえ。これはお前を助けるためにみんな走ってたんだってばよ。
俺は。ばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだ。今は疲れて寝ちゃったけど、里に帰ればまた元気に。違う。ね、違うって何を？医療忍術なんかじゃない、転生忍術。千代婆様は死んだの。どういうことだってばよ。聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだものすら生き返らせる術が砂隠れで開発されたってな。じゃあばあちゃんは？ナルト、千代婆様はお前とガーラに未来を託した忍びらしい立派な最後だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。そうだな。ばあちゃんの思い、今ならはっきりわかるってばよ。みな、千代婆様に祈りよ。じゃあな。普通ならここで握手とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうの苦手だからな。このまま